エピカはゼネラルモーターズがシボレーブランドで販売している中型セダン。韓国の GM ダイウによって開発された車種である。初代エピカダイウマグナス1999年発表。韓国とベトナムではダイウブランドでマグナス、欧州では当初ダイウブランド後にシボレーブランドのエヴァンダ、それ以外の地域ではエピカの名称で販売された。また、 2003年に開催された第37回東京モーターショーで現行型オプトラと共に参考出品され日本市場への投入が検討されていたが実現しなかった。また北米では鈴木にも鈴木ベローナの名称で OEM 供給された。台湾では現地の自動車会社車であるダイソ記者でダイソマグナスとして生産・販売された。駆動方式は 横置き FF。これに、ホールデン製の直列4気筒 2000cc、もしくは GM 大ウ製の直列6気筒 2500cc エンジンを搭載している。直列6気筒エンジンの横置き FF という、レイアウトは、ボルボの S80 や XC90 等以外では、同社のみが採用している方式である。また、デザインは、至るデザインが担当している。 フロントリア2005年12月に GM 参加の韓国 GM ダイウからトスカの名称で発表され、翌2006年1月から発売を開始した。なお、この社名は公式にはトゥモロースタンダードカーの略であるとされるが、ジャコモプッチーニのオペラトスカという説もある。その後、シボレーブランド版が同年3月のジュネーブモーターショーで発表された。また、 豪州でもホールデンベクトラに代わってホールデンエピカとして販売される。なお V250 型は鈴木への OEM 供給は行われず、鈴木ベローナは2006年モデルを最後に打ち切るとなった。基本設計は先代のものを踏襲しており、横置き FF で直列六気筒エンジンを搭載する。2006年3月には韓国国内向けとして インジェクション方式の LPG 車が追加され、その後2リットルのコモンレールターボディーゼルエンジンも追加された。2008年1月には GM ハイドラマチック 6T40、6T45 型6速 AT を搭載したトスカプレミアム6が発売された。2011年、これまで北米とブラジルのみで販売されていたマリブと統合されモデル廃止。 韓国を皮切りに順次各国で八代目マリブに切り替わる。ただし、中国の上海 GM では安価な中型セダンとして、引き続きマリブと併売される。なお、中国使用者にはグリルを大型化した専用のフロントマスクが与えられている。ありがとうございます。